松井祥慶22歳第17回全日本空手道選手権大会の優勝者である。極真の門を叩いて10年、今やその頂点に立つ彼だが、ここに至るまでの道のりは決して楽なそれではなかった。トレーニングに次ぐトレーニング、稽古に次ぐ稽古、激しく厳しい自己との戦い、怪我にも泣いた、持病の腰痛にも苦しんだ。だが彼は不屈の精神力でその障害を超えてきた。松井祥慶22歳たとえ極真空手の頂点に立ったとはいえ、彼に休息はない。いや、頂点に立った今こそ次なる戦いへの挑戦を志したのだ。松井祥慶の選んだ新たなる挑戦、それは極真空手のみが成し得る荒行百人組手への挑戦である。精神と肉体の極限への挑戦である。これより百人組手を行う。諸君もご承知のように、百人組手というのは一人が百人を相手にして戦うことであり、この大偉業を成し遂げた人間は過去二人しかいない。一人はハワード・コリンス、二番目は日本人として初の百人を完成した三浦美幸、この二人だけである。諸君たちが商談試合の時に10人組で、20人組で、30人組で おそらくやったと思う。三段をもらうのには30人の人間を勝たなくちゃいけない。勝つということは、すなわち一本勝ちが少なくとも半分以上なくちゃいけないということである。勝つ多い流派の中でも、これを成し遂げるのは極真空手だけである。過去20数年間この2人だけで10年に1人、すなわち100人組でに挑戦し完遂する人間が出たとしか考えられない。これは私思うのに、一人の国の総理になるより難しいのがこの100人組でだと言っても過言ではあるまい。今日この日にあたって松井祥慶君が100人に挑戦するということは、過去何人かが挑戦したがそれは成し得なかった。世界チャンピオン2連覇をした中村誠、日本選手権大会を3連覇した三瓶慶次、それから極真の牛若丸と使用された三好、この3人がことごとく100人に挑戦して100人完成できなかった。極真空手はご承知のように激しいことだけではなく、いつも申し上げるように頭は低く目は高く口を慎んで心広く頬を中心として他を益する、これが極真の精神である。精神的なものも皆さんが持って、そして技においても強くなるように精進して、今日麻酔ができるかできないかは麻酔自身の問題であると同時に、今日先輩松井先輩にあることは明日自分にあることだとこう思って、今日のこの試験席を一つ土台として試薬してもらえた。分かった。
この試合では通常の大会ルールとは一つだけ異なるルールが導入された。それは試合中の無用なつかみや掌底押しを避けるため、両手に5センチほどの握り棒を握り、これを落とせば技ありとなるルールである。松井に戦いを挑む100人はいずれも本部および支部より選び抜かれた精鋭である。審判は合田雄三師範、牢山師範が進行を務める。試合時間は1人2分。松井、慎重なスタート。松井にとって最大の敵は体力の消耗である。いかにスタミナを温存しながら必死に戦いを挑んでくる100人と戦い切るか。そのためには前半戦でいかに早い時間に一本勝ちを収め、試合の所要時間を短縮させることができるか。それが大きな鍵となる。松井独特の多彩な技が繰り出される。鮮やかな後ろ回し蹴り、
冗談まじり。あざり。はい、どこ。はい。この戦いぶりは果たして順調と言えるのだろうか。松井の呼吸の荒さが気になる。21人目、松井握り棒を落とし初めての判定負け。だが22人目鮮やかな一本勝ち。松井、闘志をむき出しに足技が冴える。むき出しの闘志とは裏腹に松井に疲労の色が見え始める。34人目2度目の判定負け。果たして松井の100人組手は達成されるのか。これまでの極真空手の歴史の中で100人組手を達成したのはハワード・コリンズと三浦みゆきのただ2人のみ。以来13年間達成者はいない。戦いを挑む者はいた。中村誠だが、さしもの彼も35人で立ち上がることができなかった。100人組手、その荒行は今や極真の伝説と化そうとしている。伝説には甘さが漂う。だが
現実の戦いに甘えはない。頑張れ松井。総裁の熱く厳しい視線が追う。松井よ、戦え、戦うのだ。40人だ。三平刑事も三好和夫も志半ばにしてここで倒れた。松井祥啓、彼を支える者は不屈の闘争心だと言われている。17歳で第13回全日本空手道選手権大会に初出場。堂々3位に入りながら14回大会でも同じく3位、15回大会では8位と後退、さらに16回大会では欠場と栄光の座から遠ざかりながら、17回大会では見事優勝。それはまさに松井の精神力の勝利と言えた。強靭な粘り、闘争心、46人目、後ろ蹴りを急所に受ける。反則技だが故意ではない。この打撃がスタミナの消耗にどう響くか。だが挑戦者は非常である。いかなる場でもいかなる相手でも勝つこと、それが極真空手の真髄なのだ。戦いはやっと半ば、すでに1時間を超えている。果たして体力の消耗は。Yeah!
3度目の敗戦。強度の疲労が松井を襲っている。だが松井は戦う。松井は心の中で叫ぶ。戦うこと、ただ戦うこと、そのことに俺はかけたのだ。長身のシュロールマーノ、必要な攻めにスタミナの消耗は大きい。技ありは取ったものの、松井の動きは重い。戦いは未だ半ばを過ぎたのみ。百人組手はまたしても伝説に終わるのか。松井翔慶、22歳。松井君、なぜ空手を始めたの？そうですね、強くなりたかったからですね。何歳から？13歳からです。途中やめたいと思わない？何回かありましたけども。松井君の空手はどんな空手？どんな空手ですかね。まだまだですね。これからの空手じゃないですか。勝敗にこだわる？ああ、勝敗にはこだわります。今空手以外にやりたいことは？全て人がやってることは何でもやりたいなとは思いますけど。将来もずっと空手続けるつもり？どんな形になるか分かりませんけど、空手は続けていくつもりです。はい、どいてー、あやつめー。汗で重くなった道着は動きが鈍くなる。道着を変えるわずかな時間が松井をよみがえらせた。鮮やかな上段回し蹴り。今、松井を駆り立てるものは何か。倒せど倒せど攻めくる挑戦者。
再び膝に打撃を受ける。松井は戦う。今の松井にはただ戦うことのみが課せられている。ただ戦うことのみが。激しい打ち合い、エキサイト、無用なスタミナの浪費、総裁の険しい表情は何を物語るのか。再び見たび松井の闘志が燃え上がる。の後にまた戦いが。戦いは果てしなく続く。
松井の胸中を去来するものは何か。松井は極限に立っている。倒すか倒されるか。
なぜ俺は百人組手に挑んだのか、なぜ地獄の荒行と言われた百人組手に挑んだのか。ロマンだ。百人組手の伝説を俺の手で蘇らせる宿命だ。この荒行に挑むことが戦う男の宿命なのだ。同じ極真の門下生が鬼に見える。合田審判が非常の鬼に見える。かすかに総裁の声が聞こえる。松井、戦え。死力を尽くし、自分の体がボロボロになり立ち上がることができなくなるまで戦ってみよ。頭突き、思わず飛び出す反則技、己がもどかしい。松井は吠える。それは己への方向だ。松井、死力での反撃。すでに時間は2時間を超えた。今や松井はサンドバッグと化した。あの松井が人間サンドバッグと化したのだ。
瞬間、松井の100人組手は達成された。2時間24分極限への挑戦、そして今よみがえる100人組手の伝説。サンドバッグと化しながら達成された100人組手だが、松井には休息はない。松井よ、明日はまた新たなる戦いに歩み出すのだ。